はいえー、それではノン重症レースと、えー、副症生活ですねはい本、えー、ちゃん行きましょうはいえー、っと先週のおさらいですね、えー、アブソルティスモさんで1.1、えー、倍かはたかたく行き,いただきましたんでこの20万9,000円持ってそのままスタートしましょうはい、えー、じゃそれでは今週も頑張りましょうかレッツゴー はい、えー、それではですね、えー、出走表、行きましょう。はい、一応、15調査で紹介していました通りのレースで行きましょう。じゃはい、えー、先行しまして、神田、えー、え何やったっけ、えー、頭割ってない、えー、副将え何やったっけ えー、福,祉福祉生活からいきましょうごめんなさいもう何言うてこれ何言うてこれはい札幌なんと八重山本不良坊ですって雨降ったよな知らんぞ俺は,俺は知らんぞ札幌雨降ったのかはいえ知、ー、こ特別ですねはいえー、まず先行してのうち、えー、福祉生活からエシュロードさんやっぱ一番人気ですかはい2.8倍指示されましたけどまあそうでしょうねまあここでしょうねはいえい、ー、まだね馬券外しておりません、えー、1310です えもう、先週から徹底して手堅いところ行きましょうってことで、札幌の藤ルメってことで、今週もそこで行きましょう。あ、すいません、ここじゃないです。ここですね。はい。えー、札幌の藤沢さんルメちゃんですね。勝利の方程式1.1倍でも頑張って模擬取れということで、えー、面白くないそうですけど、手堅く頑張れってことで、1.1倍なら美味しいでしょうってことで頑張ってください。えー、前走も札幌で3着ですね。はい。えー、前々走東京未勝利予約や勝って1.6倍の足を1着。 はい、す、え、べ、ー、て人気背負ってまして、まあ惜しくもね、えー、赤配が続いていたんですけど、はい、えー、ニセは、まあ、ようやく未勝利抜け出して前走、昇、えー、級戦いきなり3着と、はい、十分な成績残してますね。頑張ってください。えー、っと、ちなみにですね、 えーとですね、まあ、えー、今まで出てきたレースが強いんと、で、えー、ここですね、特に注目した縁が一生クラスなんですけど、この対戦 DM ってやつですね。はい、他の者たちと比較した場合の評価なんですけど、えー、確か、どうやったっけな、タイマンで評価した評価かな ん対慢で評価した評価、言おうかな。対慢で評価の分、対慢した評価、言おうかな。はい。タイム DM ですね。まあちょっと JR 版独特のデータ予想かもしれないんですけど。はい。まあね、タイム DM、いわゆるスピード値ですかね。こちらはそんなに高くないんですけど、えー、対戦 DM がですね、はい、90って言うのと、えー、タワーよりズバ抜けてますんで、まあ普通に対戦相手考えると、やっぱこのまま強いんでしょうね。うん、90、この、 えー、相手にもじくってすごいデータなんで、まあ、なかなかこんな突出したデータございませんので、まあ、手堅く頂い,いておきましょう。はい、でえー、っともう一個言ってくとマルガイヌマンですけど珍しく養子場に向く決闘なんでしょうか。 かはい、え、父親が、えー、サドラーズ・ウェルズ系。まあ、いわゆる重い馬は系が強いとこですよね。まあ、洋芝とかね。はい、母親もサドラーズ・ウェルズ系です。これはすごい。これはすごいぞ。サドラーズ・ウェルズるサドラーズ・ウェルズイコールサドラーズ・ウェルズの二重や、これ。はぁや、そうやろ。そうやろ。サドラーズ・ウェルズるサドラーズ・ウェルズイコールサドラーズ・ウェルズの二重やろ。うん、正解。 正解やけど、かみそう。もう一回言いましょう。サドラーズウェルズかけるサドラーズウェルズイコールサドラーズウェルズの事情。はい、これもうちょと早く。サドラーもういいですかれ誰てかました。もう早く,く言ゅうことばや。はい、生産者、マーク・ジョンス、ジョンソンかなこれ。ジョンソンジョンジョーンストン。これジョンソンっていうかなレッイング・ LTD ですね。多分マーク・ジョンソンなんでしょうけど。はい、所在地 A ってことで、イギリスですかはい。 え、まあ1、累計1310ってことで、このエンシュラウドしか、え、生産者を持ち出ないってことで、頑張ってください。まあ多分普通に強いと思うんで、これ馬券外したらほんまに意味わからんからな、これ。大会競馬してこれやろ。札幌でな。いや、これで負けてみ。いや、勝ちに来てるやろ。はい、距離2000メートルってことなんですけど、どうでしょうか まあ持つんでしょうね。ここ向けてきてますんで。まあというか、中一周でこの舞台しかなかったんかな、札幌戦2000って,言って。でも1 8 0 8はなかったかもしれないね。まあもともと2000にこなしてますんで、まあ距離長方がはいいでしょうと見た判断でしょう。頑張ってください。8多分ね、多分一生クラスの1800メートルの方もなかったんかな。ちょっと分からんけどすいません。分かりません。はい。分かりません。はい。えー、で、えー、復勝生活はこんなもんにしておいて。 タラインですね。はい。エンシュラウド1.1。あちなみに復唱はやっぱ1.1ですか。えマドッツ発売したてですけど1.1でしょうね。あガチガチですね。ありがとうございます。1.1でも頑張れ。1.1でも悔やせんやはい。ということでエンシュラウドでいきます。はい。えー、続きましてノン重症レースですね。はい。こちらいきましょう。はい。えー、ノン重症レースですけど、えー、っと事後調査で言ったら通りでいきましょう。え国、ー、村のどこやった。 えー、アソーステイアソーステイクスやったよねはいんで、えー、15頭立てですはいフルゲートかな国連線うんうかな多分かどうフルゲートなのかなちょっと分からんはいハンデ線となってますオープンクラスですはいでえー、まあちょっと重5調査でもちょろっと触れたんですけどはいえっ、ー、とね ちょっとね、本名は、まあ、えー、大体、いつも通り固めるんですけど、副賞の候補なので。で、あとはね、もう個人的に三連服ボックスで解明、紹介、いつもしとるんで、あんまり対抗黒三角ね、正直ごめんなさい。あんまり今回、えー、ちょっとね、あの後変えてなか、あんまり変えてなかったんで、事後調査と一緒の印になってるんですよね。ごめんなさい。ちょっとね、ここの対抗黒三角の振り分けは、 ごめんなさい。ちょっと雑かもしれないんですけど、えー、そうまで、あ、かしてもらいます。ちょっと雑、ちょっと雑やね。ちょ、ちょっと雑やね。ごめんなさい。だから本命以外はもう適当な印る人もてください。適当じゃ無適当じゃ失礼けどな。はい。ちょっともしかしたら対抗でるかもしれないんで、まあちょっと、とりあえず行きましょう。とりあえず行きましょう。うん。とりあえずもう、俺基本これアドリブやからな。うん。とりあえず喋ることはアドリブやからな。はい。えー、で、まず、名称私の軸は変わりません。単勝二2.9倍、副勝一1.3ぐらいあったらなと思ったんですけど、まあ 1. 点、まあまあそのまいしょ。はい。 さすがにこの馬がいいかな。えー、走募できましたけど。えっ、ー、とですね。まあ、えー、小倉校舎っていうのは、まあ、他にもおってね、さっき前も紹介しました小倉だけ2勝してますよとか。まあ、そういう馬いっぱいおるんですけど、まあ、このます3勝してますんで、えー、他の馬たちより一勝いいからっていう理由ではなくて、この小倉の3勝がね、すべて圧勝、ここがでかいんですね。はい、500万クラス小倉だと1007で、え、1.3秒差の圧勝。 えー、1000万クラス、昇級戦もコンマ6の圧勝。で、他のところをもほとんど走らんと前走、小倉来て、再び復活で、ロードワクシス相手にコンマ8、3勝クラスで圧勝ですわ。えーとね、すべて逃げて勝ってます。で、まあ逃げて勝つので正直そこまで評価しづらいんですけど、ただですね、こんだけ多分はえー、離して勝ってますんで、もう、 なんて言うんですかな、ね。基礎能力が違うんでしょうね。逃げてこんだけ圧勝できるってことは多分次元が違うんで、まあ正直オープンクラスしかもこんなロー、こんなやつ失礼けど、ローカル競馬のオープンクラスなんか正直1,600万、いわゆる参照クラスとほとんど変わらんと思うんで、まあここを、えー、お外から逃げ切るを狙うんですけど、 はい。えっとですね。あとは問題は大外がどう出るかですね。やっぱり、えー、この馬をマークした山形がいっぱいおるんで、やっぱりこの大外の馬を先に行かせんとばかりに、えー、普段逃げへん馬やったり、普段逃げへん馬やったり、こういうプレステージをとかね。まあ逃げるけどね、こいつね。はい。まあちょっと鼻が湧いた山もしかしたらおるかもしれんので、 えー、特にシンセラーとかね、ここら辺がちょっと怖なってくるんで、まあ自分リズムできたらなと思ってるんですけど、オ、えーソ大外クねいや、そんな被らんっていう利点は確かにありますオーんで、大クなんでまあトイレなんで、えー、利点はいっぱいあるんですけど、 まあやっぱ距離留守には変わりないんでねここがどう出るかですねうちの馬がそんなつまずいたりとか砂かぶってくれたら問題ないんですけどねはい名刺私はもうもうええでしょうもう説明いいでしょ田舎一周で松山んで、えー、今回ハ、えー、ンデ戦ってことでまあ、えー、小級戦一発目ってことあるんでしょうね54キロで見込まれましたんでまあ十分な金量をいをだきました、ね、ありがとうございますはいですみませんさっきも言いました対抗と黒三角は変わっておりません はい。えー、コパのチャーリーを対抗にしております。で、ちょっとミスってるんです。ミスってるってあれかはい。えー、っとですね。うん。ここからの収集はほんまにもう皆さんに任しましょう。本命だけ変えんどいてって感じだけど。はい。えー、コクラで確かに去年、おととしとね、このアソステークスを2勝してます。で、これで選んだんですね。 うん、でただですね、去年もととしても確かね、名鉄杯経由で、しかも高成績経由ってね、もともと中京ダートでね、えー、まあ、行って急坂で失速した者がね、小倉でね、下手な小倉しか右回りで復活しやすいよって言ってたんですけど、えー、今年のローテーションがね、名鉄杯使うんとね、このマーキュリーカップやったっけにテってもよね。これをどう取るかですよね。去年と臨戦過程が違うよね。まあ、3ヶ月かけて前走叩いたとなると、 で、まあ、森岡2000メートルなんで、まあ、言うたら右回りのね、ここら辺近い形状を走ったって言うと走ったんですけど、あまりにうまけすぎやね、と思って3ヶ月かけて、ま仕上がってなかったガス抜きというのもね、グリムに2 7並差をさてかなりの負けなんでね、うーん、ちょっと今年もね、名鉄台使ってからなかったかなぁと思ってます。まあ、ただ、 えー、去年一昨年と違って名鉄杯までも使い続けてのアソステークス来てますんで今年はねしっかり休んでからここ来てますからまあそういった意味ではまあまあ去年去年というか、えー、まあまあ去年とは昨年と,と,とローテーション違いますけどまあまあ狙い目としてはいいんかな3連勝を向けてっていう感覚も取れますんでちなみに小倉ダートって2勝負けなしですかもう一回走ってますあ1回負けてるんですね分かりりましたありがとうございました 一応まあ対抗にしておきます、えー、ただコパのチャーリーもねやっぱ前ってなものなんで、ね、これがね外で名称私とごすぎ出したらまあこのリズムで走れんにろな脆もろいタイプでしょうねと思ってるんですけど頑張ってくれもろいやろわ対抗は合いすぎたな多分これねすいませんはいえー、黒三角な村らしこちらも皆さんにお任せします <laughs> はい、えー、しかも全てそそいってもうたんでこれがどうかってことですけどはい、えー、このまま名鉄杯を上がり使って6着でこのままもともと上がり使ってまくって競馬してますとはいアルバランステークスは去年ど年やったっけはいどちらも馬券連で絡んでますでまあ、えー、小倉と特に、えー、京都ですね、えー、そこで強いイメージがね最近あっててかそこでしか目立ってなくてうん んで、まあ、それ考えると、平たなコースがいいかな。えー、上がり使える者なら結構ね、最後の急坂タインと上がり使える者たち、いわゆる先行場が失速しやすい、阪神中山等々で活躍してるんかなーと思ってるんですけど、意外や意外。はい、このまま平たなところで器用に上がり使えますんで、まあ、それ考えるとやっぱり小倉で一回勝ってる実績あるかなーと思ってます。はい。んで、 えっとね、まあ、あ安城が浜中さんってことで、まあ、あダートの小倉の浜中さんならありやろうと思ってるんですけど、どうでしょうか。はい、通算勝利あと3勝で戦勝となっております。まあ、名村嵐まで2勝するのはちょっと難しい道のりかもしれないですね。ちなみに明日、えー、何位になりますか一2、あまあまあ、意見交換ないかな南ら、名村嵐で戦勝って言ったらちょっと面白いかな。はい、史上36人目の戦勝まであと3ってことで、頑張ってください 武豊棋士に次ぐ史上2番目のスピード記録らしいです今週の大台到達ならってことでへえへえそうなんだはいえー、まあうーん小倉田中さんのイメージまあまああるんやけどちゃうダートは比較的強いのしてるけど小倉まあまあ あま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 あ比較まあまあ,変わらまあ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 比較的まあほぼコンスタントだけどなまあまあわかりました了解ですありがとうございましたはい乗り代わり和田龍さんサッチーさん福永さんいろいろ乗ってますけどまあ誰でもいいですわ言い方してるめっちゃ言い方してるはい、まあ、一応黒3組しておきますはいでこっから相手候補ですねまず1投目エーシンスラードこちらは えーとね前走マーチステークス巻いて惨敗しました。でこの時確かちょっと注目したんですけどそれまでねえー、なかなかすごい予定前でとってまず中京の未勝利で1.1秒差の圧勝はい中京戦8でまた8ヶ月半空けての圧勝。 はい。阪神、ダート18、ジョンキングに勝ちました。えー、3連勝。頻馬ならぬ、この強い競馬えー、地方で1回負けまして、次、えー、中山帰ってきて、レフォール相手に、えー、コンマ1秒下がり最速の負け付き。で、マーチ・ステークス負けたわけですけど、まあ、トータルすると、えー、4勝で、馬券外しさんが一応合計2回だけと。 うち一回前走の重症ですし。えまあ、ここある意味自己条件戻ってきたんで、あとは、えー、初めての舞台と、えー、右回り。まあ、あ中京も阪神も、えー、そして中山でも勝ち星上げてるんで問題ないです。うん。まあ、ただ、このまも、ある程度前でいかんと、自分の競馬ならんちゅうことで、まあ、そこがどう出るかですけど、エ、え、イ、ー、シンセラードさん、まあ、人気も出ますわね。えー、宇宙役引きましたし、 えー、4歳牝馬なんで半でもらって5 2キロで走れると、えー、4ヶ月半かけてこことなるとうーんまあ一発あっても怖くないかなじゃ不思議じゃないかなと思ってますはい、えー、続きまして鈴鹿降りようそうですねこちら13番人気で5 1一キロ定高倉さんかなり半で見込まれました見込まれたっていうか、えー、逆に軽い意味で見込まれましたで、えー、この馬は、えー、小倉で2勝しておりますんで まああ、えー、可能性は十分あるかなーと思ってま,すまた小倉で復活っていうのはまあいつも通りあるんでただまあ最近ちょっと惨敗しすぎ人気落ちてますけど、えー、小倉帰ってきたらまた怖いかなーと思ってますまあただこの時ね500万1,000万クラスなんでまあそこまで大きくね取り上げる情報じゃないんですねうんというのもこの時期このま,ま調子よかった時期やし12番人気支持されてるぐらいの実力もともとあったんで特に小倉が強いって っていう、えー、印象づけじゃなくて、状態が良かったって考える方が自然なんで。うん、それ考えると今年はどうかなと思ってます。ちょっとね、距離もね、試したり走っとるんでね、1008、1007使ってたのに、最近1004とか使い出したからね、これ、馬が怒ってるんでね。怒、まあ、った時のうかそこやけどね、こんな変にね、距離短縮延長された後の思いと通りの、えー、距離ね。これ非常に怖いか覚えておいてください。13番人気でまたこれ来た面白いな。はい、えー、次、えー、ゴールデンブレイブですね。これ暫定2番人気らしいです。まあ、安寿福永さんって理由だけでしょうけど。はい。 うん、い過ぎたかな、えー、前走2番人気9着前々走2番人気6着2回とも人気で敗れてます、えー、どう評価するかですけど評価ねあんまりしようがないですね勝ったとこは東京マ前るとでえー、っとですね、まあ、最近函館勝ちましたけど、えー、不良馬バやしはい中山勝ちましたけど小倉に近いかっていうと運やしはいうんまあ2番人気支持されてるけどまああとで人気落ちるかなって っていうですねょ城がただ福永さんってことで人気は出ますよね。でちょっと気になったんが、えー、この舞台小倉なんですけどえっ、ー、と金武哲さんとこですよねってことでレイじゃなくて見本の馬なんでまあ京都使ってきたんはからんのはないですけどこれ小倉まで来とるんでね札幌じゃねえんだと思ってうん新潟でもないしねうーんここの起用どころがちょっとハってないですまあ福永さん呼んできたから西はわかるんですけど。 ちょっと疑いが多いですよね。まあ、こういうのが強いんかな変にね、これ私が馬券絡むからね、しかも人気で。だから面白くね、えー、いいわけです。ありがとうございました。はい。次、11番、プレステージオです。え、プレスティージオ。プレスティージオです。はい。えー、こちらは、えー、前ー大沼ステックス、三着の馬さんです。気分よく走れたら、一発狙うって書いてます。はい。ということで、前走ね、さっき言った大沼ステックス三着。 はい。ベトルギウス3着。はい。えー、最近くすぶってましたけど、えーえー、もともと小倉戦7か。で、まあ、1600クラスで、えー、コマゼロの、えー、接見せてますし。はい。で、さっき言うと最近では、買、え、い、ー、人気ですね。12番人気、11番人気を覆す着順3着3着。はい。えー、前走は、えー、リアンベレテの圧勝劇でしたけど、まあ、ロードゴラスト以下、えー、モズラトト、 モザーアトラクションも倒しますアイランドビーグも倒しますんでまあある程度実績があったと言っても過言ではないでしょうマリアンベルテがちょっと状態過ぎて強すぎたってことを考えるとまあよく頑張った方じゃないかなと思ってますうんはいまあまあ、えー、まあ悪くない競馬しておりましたよ休み明けでこれやったんでねはい、えー、馬体重がね、えーまあ、前走うまいこと減ったんでねこれはよく頑張ったんちゃうかな 去年の冬に1 2キロ増えてまあ3着やったんですけどやっぱり本来470から80ぐらいかでまあ走る間なんでまあ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 いいでしょうということで頑張ってくださいはいあれ戻りすぎましたか、はい、すみません戻ってくださいすみません戻ってくださいはい、えー、続きましてメープルブラザーですねこちらも人気ないですね13え13番人気嘘 じゃ、13番、十三番、馬番か。8番人気ですね。すいません。頭がたれ。はい。えー、前走中京だと1 0 0で圧勝しました。はい。で、このままは、特に、小倉に関する強い情報というと、まあ、一応、えっ、ー、と、あり、ありませんで、それが。一応、小倉だと1 0 0で3着2回の実績はございます。ただ、小倉校舎かっていうと、そこまで恐れてたでございません。あすいません。うちもう1勝してます。ごめんなさい。はい。1勝1回、3着2回ですわ。 でまあ、えー、このまま評価した理由は前走一応中京だと1008ですね。こちらで買ってますんで、ここら来たらもちろん楽な競馬できるんじゃないかっていう超 e a s y e a s y ベ e r エ y a g y な桂デでタとあっております。まあ足使ってなんぼやからね、最近ね。足溜めてからやから、ここらじゃ間に合わん気はするんですけど、頑張ってください。中京の策経験したんで、今回楽やと思ってるんですけど、頑張ってください。はい。えー、ここですね。えー、また本命から1234、合計今8と打ってて、 はい、えー、このソステックスですね。はい、えー、等頭、特注馬打っておきましょう。はい、えー、特注馬ですけど、このままですね。ちょっと今回は、はい、このまま注目しましょう。はい、グアンですね。さあうーんとね、 まあ、えー、名称は出しが、まあ、マイペースで行きますかってとこで。で、ただ名刺は出しになったところで、えー、まあ、仮に名刺は出しが外からまくっていって先手を奪おうとして、まあ、このたちに番手追走していく、ままコパノチャーリー、えー、そして、まあ、エシンシラードもいいかな。うん、で、考えていたときに、 まあよくね、前が、えー、死んでって、後ろから刺すかなーって考えたんですけど、まあちょっと今の小倉殿船なら、今のっていうか、いつもの小倉殿船ならなら、あんまり後ろが届けようっ見当たらないんで、じゃあどういう展開になるかなと思ったら、名将私が逃げて、で名将私は残りますけど、2、3番手追走で、えー、いわゆるコパのチャーリー等々ですね、えー、競りかけていった馬。 が、えー、だけ失速するパターン。このパターン、まあまあ多いんですよね。エイシンセラードとかね。まあちょっとコパのチャーリーが負けてもうたら私の太鼓の馬券がクソなんですけど。はい。で、そうなってくると、えー、誰が楽に競馬できるかなと思って、えっ、ー、とね、エイシンセラードと迷ったんですけど、ただエイシンセラードもある程度マークってか、えー、ね、人気ありますし、うん、このままじゃねえなぁと思って、もうちょっと楽に前で運べて、 えー、この、えー、名刺渡しを捕まえたのちが負けるとしたら、もうちょっと楽に番手追走して、まだ名刺渡しにちょいける、馬は誰かなと思ったらグアンかなと思ってます。えー、超維持理由、えー、内枠以上です。 はい。もう、これ以上いないロス競馬、小倉道船なら小回りでこの枠順、絶好枠順引きましたんで、え、出遅れない、砂被らない限りをこのまま2番手追走を楽に、まあ3、4番手でもいいそう。うちで足溜めていただけたら十分でしょう。砂被って後はどうにか知りませんけど。はい。で、まあもともとこのままね、勝ちパターンとしては、えー、花奪って楽逃げするか、やっぱ番手追走、基本的に、 大体勝ちパターンが2番手追走で最後抜け出して押し切る競馬なんで、大体2番手追走が強いんですよね。で、それ考えると名称は出し生かして楽に2番手追走さえできればですね、うん。 言うたら、コパのチャーリー等々ですね。内回らせんと、結構ホクラード線になって小回りで、意外と外ロスなく回って、意外とというか、外ロック,ク、外を回りすぎたらね、結構体力消耗するんで、う、え、ち、ー、でぴったりつけて2番手さえ取れれば、このままラッキーブできるかなと思ってます。で、最近はね、バンテツレースで負けてます。で、えっ、ー、と、このね、1600万クラスのね、2番手2着まで良かったんですけど、えー、その次のレースで一番人気で、 ね、ちょっと前行けずリズム崩して10着。えー、2走前は東京の前い忙しい、ま、るで論外。 前走札幌、札幌、小倉戦なのも同じ舞台で負けましたけど、はい、5番の,のグアンさん、実はこれゲート出た瞬間、こんにちはーして終わったんですね。はい、見といてください。5番の青棒の馬、白のメンコですね。スタートでゲート出た瞬間、つまずいて、はい、こんにちはーってお辞儀してます。もう一回行きましょう。えー、5番の青の帽子の白のメンコ出た瞬間に、はい、こんにちはってつま、ありがとうございます。もういいですか。はい、つまずいてます。 で、一応、奇襲が、安城が促して、まあ、かそうと豊川さん頑張るんですけども、時すで然遅しですよね。最初の、こんにちはの分で体力す耗したんで。はい。ちょっとやっぱりね、最初、ちょっと足使ってしまった分負けたかな。で、まあ、ちょっと、外外回ってます。えー、力員で、外外回った考えると、ちょっと、これはいただけなかったかな。はい。最後、直線。まあ、もともとね、そんな、え、姉妹確率の馬とかじゃないんで、まあ、一回も出遅れたら終わりかなと思ってますんで、まあ、今回、 特にですね、まあ、前走のこのね、えー、自己条件ですね、参照クラスで負けてますんで、うんまあ、いわゆる飛び級オープンクラスなんですけど、さっき見た通り、えー、こんなローカル競馬のね、参照クラスもオープンもほとんど変わらんと思います。で、今回なんと言っても、そな分、ハンデ見込まれてのハンデなんで、ハンデ見込まれてのハンデ、何回見とこう。はい、牝馬ですけど、今回50キロ走るの結構大きいですよね。 ヒンバといえども50キロ多分これ最小ハンデですね。まぁ、あ、ちょっと51キロのボバーはちょっと覗いて、フリューカ,カフリュー、鈴鹿フリューサさんとかトラケチサジョさんかな、抜いて、まあヒンバで50キロで走るのでかいかな。中一緒ですね。ってことで小倉で大会でしょこれリベンジですよ。頑張ってください。そして安ンジュは竹野久さん来たな、これああなんと明日グア、グワンナこれはえぐい。これはえぐい。一個え一刀、え 入か頑張ってください。テイム迅速で逃わした竹野内さん。あ竹野下さん。頑張ってください。今年なんと3着になり16%いいぞいいぞ。いいぞ。23026。いいぞいいぞ。明日グアンのために頑張ってください。そして、はい。えーグアンね、なぜか前はですね、なんでかなと思ってみたら、メモ編集なんて書いてたかなと思ったらメモなんと書いてます。なんと、グワンチャあれグアンちゃれあんグアンちゃん、ごんちゃん頑張って なんと、ガンチャールと顔出しました。いや、これはすごい。名前でね、ご飯と来た。あ、これご飯ゃんと思ってね。あ、もうどうでもいいですか。かかりました。ありがとうございました。ご飯ちゃん。ご飯ちゃん頑張って。ちなみに、本物のガンチャールはね、今年こそ巻いてるチャンピオンシップ出てください。京都のマイルなら頑張ってください。うわぁ、ガンちゃん頑張ってほしいな、これ。これ、ガンちゃん。ご飯ちゃん。ガンちゃん頑張ってください。ちなみに、ガンちゃんのデビューはあれですよね。 シンバとかで芝で負けておるフェーブルサンクの鉄則。はい。芝からダート1層目の切り替わり字は強いよって1層目で勝ちました。はい。豆知識です。ありがとうございました。まあ、ここらだと1007で1.9倍圧勝しますし、頑張ってください。いや、あると思う、あると思う。うちは食いたしな。出遅れんかってあんなね、前走みたいに今日は合わせんかったあると思うで。はい。ということで、長田かと言いましたけど、アソステークスは合計9等で割っときますで。はい。あとはお待たせしました。買い目の方に戻りましょう。 はい、えー、アソステークスですけどえー、まあ小倉山椒の馬ですねお外引きましたけどまあまあ砂かぶらん競馬ばしやすいまあでもお外からどうかなお外からどうかなってことですけどまあ頑張ってください一番人気ですねはいまあ圧勝の山椒なんでね他の馬たちも小倉校舎おるんですけど圧勝の山椒なんでまあまあここで頑張りましょうえブックボックスですけど特注馬1頭を上げさせていただきました はい、えー、グワンチャーレさんですね頑張ってください、えー、印9等で56点間違ってる気がしますね間違ってるねすいません、えー、修正かけておきますごめんなさいえっ、ー、とねこれ多分8等立てのボックスになってるからえっ、ー、と8等立てなごめんなさい9等立てなんでごめんなさい600円かける84点ですねすいませんこれは修正しておきますごめんなさいはいえー、そうですね えー、副賞のと、最悪の副ボックスの配分は合ってるんですけど、えー、点数が違いますね。点数600円の84点ですすみません。書き換えときます。ごめんなさい。はい。あと、副賞生活ですけど、エンシュラウドさん、こちらまた、えー、札幌、藤サールメールで一番人気でしょうけど、また一手一倍でも手堅くここはもぎ取りましょう。副賞、まだまだ回収で低いんで、とりあえず貸していただきますんで、ありがとうございました。はい。ということで、明日またね、ダブル重賞、えイレムステークスと関脇ゲでお会いいたしましょうか。 はい。それでは、えー、以上で、えー、終わらせてもらいましょう。一応、もしかしたら、もしかして時間が余裕あれば、今日番外編、久しぶりにやるんでよろしくお願いします。ちょっとローカル系なんでね、見てくれる方少ないんでしょうけど、頑、ま、張、あ、りますんでよろしくお願いします。はい。ということで、ご清聴ありがとうございました。